第6章。平次はそれから2、3度演習屋へ行ってみました。二助と金之丞はいろいろ親切にしてくれますが、六郎をはじめ、佐吉もお里も、店の者も白い目を見せるので、家業柄とは言ってもあまりいい心持ちはしません。一方、演習屋の空気はいつからとなく、はっきり六郎に背いて行きました。金之丞や二助が疑い始めたのへ、佐吉も他の奉公人もついて行ったのでしょう。一つは、飽きんどの家の空気の中に住むと、六郎は全く始末の悪い存在で、その荒々しい気風と喧嘩っ早いふてぶてしさは、みんなから反感を持たれるのも無理のないことだったのです。やがて主人を海へ沈めたのも、お上を物干しから投げ飛ばしたのも、六郎に相違ないといった疑いが、家中の者をはじめ、親類の人たちまで支配しました。初七日が済んですぐ開いた分家や親類方の相談で、六郎はこの家から立ち退いてもらうこと、跡取りには相違なく徳太郎を直し、17歳になるまでは、いとこの金之丞が後見人になり、佐吉は相変わらず番頭として、店の方を万事取り仕切っていくことに決めてしまいました。これは大勢の力で押し切ったことで、六郎はカンカンに腹を立てましたが、どうすることもできません。超えて3日目。親分さん、坊ちゃんが見えなくなりました。お願いですから探し出してください。演習屋の死んだお上の妹、若くて美しいお里が、泣きながら平次の家へ飛んできました。あら、てんだ。心当たりを探したろうな。草履を突っかけながら平次。お友達の家はもうすぐに及ばず、ご近所から親類方を残らず聞きました。いつから見えないんだい？うべ、夕方から宵のうちでございます。寝かしつけようと思うと、どこにも見えなかったので大騒ぎになりました。晩飯は？いただかせました。普段着のままだね。ええ。坊ちゃんが一番嫌っているのは誰だい？平次は妙なことを聞きます。金之丞さんでございます。あの方は外へ出ると、土産を山ほど買ってきてご機嫌を取りますが、どうしても懐いてくれません。飽きんどのたしなみだからといって、芝居などを教えようとなさるからでしょう。そんなこともあるだろうな。ところで、一番坊ちゃんの懐いているのは？私でございます。お里は、誇らしい顔を上げました。役そこそこの年頃でしょうが、苦労をしたせいか、美しいうちにも、なんとなく凛々しいところのある娘です。あら、間違えもあるめい。その次は？さあ。お里は言いよどみました。演習屋から退店した六郎のところを探したろうな。それが、行方がよくわかりません。困惑が美しい顔を曇らせます。六郎が坊ちゃんも手なずけて困ると店中の者が言っていたぜ。剣術ごっこや喧嘩や勝負事は子供には芝居や歌いより面白いだろう。お急ぎで六郎の行方を探してみるがいい。俺の方でも手配してみる。平次はガラッパチを帰り見て顎をしゃくりました。こう言っただけでこの鼻のいい男は八丁堀へ飛んで、六郎の行方を探す手配をしてくれるでしょう。親分さん、六郎さんはそんな悪い方じゃございませんが、私は帰ってあの番頭さん。何？いえ、何でもございませんが、六郎さんは坊ちゃんをかどわかすような方じゃないと思います。おめえさんも六郎組か。そんなこともあるだろう。平次は大して気にもしない様子で、とにかく、お里と一緒に演習屋へやって行きました。家の中は、おかみさんが死んだ時よりも一段の騒ぎ。親分さん、どうしましょう。あの子に間違いがあってはこの店が潰れます。たった一粒種ですから、
何とかして探してください。金之丞はそう言いながら本当に泣き出しそうです。徳太郎の部屋というのを見ると、なるほど、お里が言った通り、おもちゃだらけ。これがみんなおめえさんが買ってやったのか。可愛がるのはいいが、子供にこんなにたくさんおもちゃを買ってやるとバカになるぜ。ええ。あ、心配しねえがいい。坊ちゃんの命に別条はねえよ。万一のことがあると、後取りは親類方が分家から次男坊でも連れてくるだろうから、おめえさんが疑っている六郎だって大事の玉を殺すものか。平次の言うのは全くでした。後見人の位置や、この演習屋の財産を狙っての細工とすれば、吉や六郎が連れ出したにしても、徳太郎を殺すようなことは万に一つもないでしょう。そんなものでしょうか、親分さん。金之丞もようやくほっとした様子です。一応聞くだけは聞いた平次、引き上げようとして裏口へ回ると、ニスケじいやが呼び止めました。親分さん、大変なことを見つけましたよ。今晩参ります。どこへも出ずに待っていなすってください。下手人は、わかりました。動かぬ証拠をお目にかけましょう。しっ。誰か立ち聞きしている様子に感づいて、平次はそのまま裏口から外へ出てしまいました。第七章。その日のうちに六郎の隠れ家が見つかりました。平次の見込み通り、徳太郎は三河町の叔父の家で、剣術ごっこをして遊んでいるところを、ガラッパチとそのまた手下の長者に見つけられたのです。その時ガラッパチの八五郎は、六郎へ縄をかけようとしたばかりに、何をしやがる？おいが好きでおじの家へ遊びに来ているのに不思議があるか？安岡っ引きなどに縛られる覚えはねえ。六郎に暴れ出されて、大組打ちが始まり、六助もガラッパチも少しずつですが怪我をしてしまいました。六郎はそこからすぐ上げられ、徳太郎は嫌がるのを無理に演習屋へ引き取られたことは言うまでもありません。なんだって六郎を縛ったんだ？つまらねえことをしやがる。平次はプリプリしましたが、今となってはどうすることもできません。しかし事情はその晩最後の飛躍をして、ことを恐ろしい結末、カタストローフまで運んでしまいました。ハチ、気になることがあるんだ。と平次、浮かない顔をして外ばかり気にしております。なんでそうやぶん。六郎を縛ったのがそんなに悪いことでしょうか。いや、今晩ここへ来るはずの二助じいやが来ないのが心配なんだ。もう四つだろう。ニスケジイヤがどうかしましたか？ほうもしなきゃいいが、行ってみよう。行き違いになったらここで待ってもらうとして。平次は押しずに言い含めて、腕に包帯をしたガラッパチと一緒に出かけました。行く先は横山町の演習屋。ニスケジイヤはいるかい？店から入って聞きましたが、酔いから誰も、ニスケの姿を見たものはありません。下男部屋を見ましたが、そこも空っぽ。念のため、裏口の方を探しに行くと、裏木戸の内、建物と板塀の間に挟まって、ボロ切れのように倒れていたのは、紛れもないニスケじいやです。引き起こしてみると、はっ！左の背中、貝殻骨の下から、相口を突き刺されて、冷たくなっているのでした。後ろから心臓をやられたのですから、多分声も立てずに死んだのでしょう。それにしても恐ろしい修練で、相口を抜かなかったせいか、ろくに血も出ておりません。この相口は、平次は死体の背から刃物を抜いてみせると、五六人ついてきた人々は、互いに顔を見合わせて口を聞くものもありません。親分さん、やられました。
それは私ので。恐る恐る出たのは、青い顔をした金の城です。本当に、おめえさんの品に相違あるめえな。へえ、間違いございません。去るお屋敷からの拝領の品で、自慢の担当でございます。それが私の品ということは、偽中で知らない者は一人もございません。親分。八五郎は、懐の取り縄をつまぐりました。八、早まるな。それほどみんなに知られている担当で、人を殺す馬鹿はねえ。おまけに、殺して二時も経つのに、その目印の刃物を抜かずに置くということがあるものか。へえ。これを見るがいい。これは誰のだ？死体のそばから拾い上げたのは、金から革の、洒落た懐タバコ入れが一つ。あ！今度は、支配人の佐吉が青くなりました。番頭さんの品だろう。いえ、えへえ。なんという惨めな返事でしょう。あち、これが出るのを待っていたんだ。すると呼ぶ。待て待て。早まっちゃならねえ。二助じいやは、おかみさんを殺した相手を悟ってその証拠を見つけた。今晩、俺のところへ言いに来ると聞いて、下手人はここに隠れて二助を刺した。親分。俺も、長い間、おかみの御用を聞いて、いろいろのことに出っくわしたが、こんな手数のかかった、恐ろしい悪党を見たこともねえ。八、よーく見て動くがいい。ほら、今、ようやくそのからくりがわかった。いいか、俺の指の先にいる野郎を縛るんだよ。平次は、そう言いながら、静かに手を挙げました。その指の向く先にいたのは、佐吉、いな、お里、いな、それ。平次の指が向く前に、さっと逃げ出した男。やろう！八五郎は飛びついて、恐ろしい格闘が始まりました。腕に怪我をしているガラッパチには、手に余る取り物ですが、平次の加勢でようやく縛り上げ、明かりの先へ顔を持ってくると。お！なんとそれは、あの女のように優しい、能役者崩れの金の城ではありませんか。第八章。今度ばかりは、見当がつかなかったよ。平次は、二三日経ってから、つくづく十回しました。下手人はどうしても六郎だ。リズメに考えると、他に疑いの持っていきようはねえが、五つになる子供が金の城を嫌って、あの荒っぽい六郎に懐いているのが不思議でたまらなかった。大人は騙せる。子供は騙せるもんじゃねえ。あんなにおもちゃを買ってきて、一生懸命ご機嫌を取る金の城より、叱ったりぶったりする六郎が好きだというのは、子供は神様のようなものだから、人の腹ん中まで見抜くんだね。ほら、考えたよ。その六郎が縛られると、本当の下手人は、じいや殺しの疑いをすぐ誰かに持っていかなければなるめ。今まで六郎を疑わせるように細工をしていたんだから、筋書きはまたすっかり新しくなる。わざと自分の合口でじいやを刺したな、金の城の食えねえところで、銭形平次の知恵の底の底まで見破ったつもりの細工さ。あれだけだと俺も金の城を疑う気にはならなかったかもしれねえが、死体のそばへ佐吉のタバコ入れを落としたのが、細工すぎてかえって悪かった。俺が下手人がわかった。今指さしてやると言ったときは、さすがに金の城も顔色が変わったよ。平次の話は明快ですが、まだ八五郎にはわからないところだらけです。演習屋のおかみを殺したのは誰でしょう。あの時は金の城は確かに下にいたはずだが。と八五郎。俺もそれがわからなかったが、金の城じゃあるめえかと疑っていた。平一、
柳原で俺たちへ飛びついたとき、あの闇の中で不意に俺と気のついたのがおかしい。なる。羽織の背を切ったのも、刀で切り下げたのではなくて、小刀で静かに破ったのだ。切り口が曲がっていると、俺はあの時言ったろう。金の城は自分が狙われているように見せかけたのだ。へえ、なるほどね。それから、物干しから演習屋のお上を突き落とした人間は、お上に続いて物干しの柱を伝わって飛び降り、半分気を失ったお上の頭を三角石で叩き割った。お上は突き落とされた時と、石で頭を打たれた時と、二度悲鳴を上げた。俺は番頭の言う通りだ。上から落ちた勢いで頭を打って死んだものなら、落ちる音がしてから悲鳴を上げたというジーヤの言うことが嘘になる。それから、お上の肩に青いあざになった内身は、落ちた時の本当の怪我で、三角石へ真っ逆さまに落ちて死んだものなら、あんな傷はつくはずはねえ。カラッパチはもう口も聞けないほど驚いております。英治の名察は、あの時もうこんなことまで見抜いていたのです。金の城は農薬者崩れで身が軽いから、物干しからお上を突き落として、すぐ自分も飛び降りたのだよ。素足の足跡はその時ついたのだ。少し足音の方が大きかったじゃありませんか。二軒半も高いところから飛び降りるんだ。どんな身軽なものでも足元がよろける。足跡の方が少し大きくなるのは当たり前だ。針と合う方が不思議だろう。へえ、恐れ入ったね、親分。物干しから飛び降りて、半分気を失っているお上を殺して、それから母屋から駆け出したような顔をしたんだ。んな恐ろしい悪党はねえ。その上、六郎が縛られると、ジーヤ殺しの宴を番頭の佐吉へ持って行こうとした。演習屋の主人が溺れたのは、六郎のせいじゃありませんか、親分。ガラッパチは、とっておきの疑いを持ち出しました。あら、まったくの過ちだったんだ。船がひっくり返ると、どうかすると、泳げるのが死んで、泳げねえのが、船底にかじりついて助かるものだ。演習屋の主人が死んで、疑いが六郎の方へかかるのを見て、金の城は細工を始めたんだよ。六郎は荒っぽい人間だが、この上もねえ善人さ。二郎が慕って後を追っかけるのも、お里がいい男の金の城を嫌って、六郎に心を寄せるのも無理はねえ。人間は腹が綺麗だといいことがあるものだ。なあ、八。そのうちに、八五郎さんでなくちゃという娘が飛び出すかもしれねえぜ。あやぶん、冗談じゃねえ。八五郎も、この時ばかりは、悪い心持ちではなかったようです。